この扉の向こうが天柱山よ。準備はいい？老子様を見つけないと。山頂に向かってみましょう。任せて。山は私の庭みたいなものよ。私が助けてあげるね。
あなたが助けてくれるもの、私は大丈夫。よく見てね。この辺りきっと何かあるはずよ。
同志様の戦術は里の中でも随一、多分大丈夫だとは思うけど、もういいお年だから少し心配なの。弱すぎたかしら。よっ。
できるかもね。立ちそうね。もらっちゃいましょう。よっ。
んな時はいつも迎えに。ごめん、何でもないの。行こうか。されているわ。ロイス様は無事かしら。容器にゴムがない世の中、戻れるのかな。誰が大きくなってる。この感じ、構造の時と似ているわ。くれぐれも気をつけて。敵陣陥落、やったわね。どんどん行きましょう。
援護お願い。このままじゃ危険よ。私が変わるわ。助けてくれるもの、私は大丈夫。あと一息、いけるわ。この勝利、きっと未来につながってるはず。ふう、助かったぞ。身の内より気の湧く源、これすなわち鍛錬。使いようによって気は千にも世にも転じよう。天中の山に隠れ住むわしら千気を操り術となす同志、悠久の時をまたに世の行く末を見守ってきた。しかれど打ち続く戦乱は世を悪しき気で包み、昨今は凶悪なる妖魔さえはびこる始末。ここに王太も何かの縁、一つ共に妖気の元凶を突き止めてみるか。乱世に光をもたらす気の持ち主よ、白卓もお主を気に入ったようじゃ。まさかこの山まで妖まで溢れてしまうとは。漂う妖気が耐えておらぬ証拠じゃのう。老子様、無茶はなさらないでください。お主に言われるとは。年は取りたくないもんじゃ。何か分かったようじゃの。急いで戻るか。なるほど、黄金どもに妖気があふれておったのはやはりそのせいか。心当たりがある。確かこの辺りにあった。これじゃ。力なる丹薬は莫大な気を得てこそ真の丹薬へと昇華する。莫大となれば戦や災いによる多くの死がなくば得るは死な。
加えて妖気を集める器となるは人の身に宿る丹田。耐えうる丹田を持つは古の竜の一族に連なる者のみだという。この真の丹薬とやらが騒動に絡んでおると見て間違いなかろう。同志様、竜に乗った同志に心当たりは？邪報に手を出す同志なぞ5万とおる。じゃが妖気をたどれば正体を突き止められるやもしれん。じゃあ次は都じゃな。洛陽の猿高官に穏やかでない噂が尽きぬ。行きましょう。くれぐれも気をつけてな。交渉を頼む。向こう水なところはあいつとそっくりじゃ。 ん？